ということで、今回はなんとエバクラ運営から重大発表、ついに4月4日あのキャラが実装決定。はい、ということで皆さんこんにちは、ライムです。これはねすごいよね。ついに今日重大なね発表があったわけです。みんなチェケラしてか分かりませんが、新キャラ登場予告ということで、3文字のあの人が仲間にということでね、あのシルエットも公開されましたけど、3文字かつこのシルエット、もうあの人しかいませんよね。皆さん FF7 やってる方ならおなじみのあの人、声がやたら渋い、風数屋と同じ声優の風数屋、知ってます？あの FF4 の月の民界最強の音方なんですけど、そう、あのね月の民と同じ声優のあの人がついにエバクラにやってくるということなんです。で、まあこれは普通に今日ね、あの皆さん何日か分かりますか？4月の1日なので、まあエイプリルフールなんですけど、そうで、これ3文字なんで、まあ、知らない方もいると思う。普通に言うとリーブくんだね。リーブの3文字だと思うんだけど、そう、4月4日リーブ実装されるということで、これは、まあ、嘘は嘘なんだと思うけど、これ自体はね、嘘だけど、多分運営さんがやりたいのは、その、リーブくんを、実装される、まあ、このエイプリルフールネタとして、嘘っていうネタ一つ。で、もう一つサプライズとして、その実際のね、4月4日に、ケットシー実装するよっていう発表を多分4月4日にしたいんだと思うんだよね。まだ実装はね、多分、再来週だと思うんだよね、ケットシーの実装自体は。おそらく。なんでかっていうと、あの、リミットブレイクキャンペーンの、その、流れ7週連続リミットブレイクキャンペーン その予定表あるじゃないですか。予定表の中で第5週目が新チャプター公開ってなってて、で第6週目が6文字の伏せ字になってたんだよね。○○○○○○っていう6文字になってたから、多分ここでケットシーがちょうど6文字なんで、ケットシー来るんじゃないかなって思ってるんですよ。まああるいはあのね、他のなんか召喚獣追加とかっていう意味なのかなと思ってたんですけど、ここに来てまあエイプリルフールネタで、まあ、わざわざリーブをプレイヤブル化決定みたいなことを言ってるから、多分もうこれケットシーンに対する布石、前振りだと思うんだよね。あ、4月1日のエイプリルフールでリーブって言ってたのはこういうことかっていう、そう、ある意味リーブでも間違いはないっていうね。結局ケットシーの中の人なので間違ってはなかったんだみたいな、なるほどそういう意味だったのかっていう風にしたいんだと思うんです、エバクラ運営はきっと。だからあえてリーブ、それだったらまだエイプリル風ネタとしたらね、例えばレの実装予定とかさ、まだルーファウスプレイアブル化決定とかでもよかったと思うんだよね、メインキャラに据える上ではね。あえてここでリーブ持ってきてるってことは、やはり多分ケットシーンに対してのまあ布石、前振りなのではないかというところで、まあこれ多分ね4月4日の新チャプター公開時にプレイアブルするキャラクターのシルエットって書いてあるから、おそらくこのやっぱさっき言った通り4月4日にまあ予告、まあもしかしたらこのタイミングのケットシー来るかもしんないけど、うん、まあまあ、運が良ければ多分ここで、運が良ければっていうか、場合によってはもう今週ケットシーが実装されるかもしれないし、多分本命としてはユヒもね、最初あのなんだろう、キャラクターのモデルとして実装されたのがあの正月イベントの時で、でガチャキャラとして実際に実装されたのがイベントから2週間ぐらい経った後だったんで、多分新チャプターで多分ケットシーのモデルみたいなのが多分出てくるんだと思うんですよ。で再来週もう1週間経った時に新しいガチャとともにケットシーが来るのではないかっていうところなんですよね、今のところの僕の予想としては。
多分ティファとケットシーのダブルガチャになると思うんですよね。新しいケットシーのウェアと、あともうイベントで出てたティファのあの衣装っていうところで、まだ1週間しか経ってないからイベント後半来るのもちょっと早いかなっていう気もするので、うん、まあどっちにしてもちょっと4月4日でまた新しい動きがありそうだなっていうこともあります。でまあちょっと予想、次のキャラも予想としてはもう多分、まあストーリーの流れから言っても、まあ、ケットシーかなと思ってたんで、もうここでわざわざエイプリルフールでリーブが出てきたってことは、もう実装されること自体はほぼ本決まりでいいと思うんで、今月。なんで、今皆さんがすべきことは、ケットシーを引くかどうかっていうところだね。まだ性能わかんないですけど、多分、まあもう今僕もセブンリバースやってる身としては、おそらくどうだろうな。エバクラに置き換えるとしたら多分バッファーかなって思ってるんだよね。ちょっとユフィとは違うタイプのバフデバッファーみたいな感じになんのかなとか思ってたりとか、あとあれか、あの結構ダイスあるじゃないですか、ランダムダイスの追撃で出る内容が魔法攻撃が多いので、この流れで言うと月末のねキャラの武器が全て魔法武器だったんで、ケットシーが魔法に特化するかもしんないね。魔法武器特化、クラウドがもう完全に物理特化のキャラになってるから、ケットシーはもう完全に魔法だけみたいな、そういうキャラになる可能性もある。でもセブンリバースやってると普通にモーグリパンチとか物理でもあるし、なんとも言えないけどね。そこはもう運営さんの、エバクラさん運営のさじ加減なんで、なんとも言えないところではあるんだけど、ただこの流れで言うと魔法アタッカーの説も結構ある。魔法プラスバフデバフできるよみたいなタイプかな。ダイスの内容になったらリジェネとかもね、味方全体リジェネとかもあったりするし、そうだね。だからバフデバフプラス魔法アタッカー的な感じになりそうな感じはするよね。なんでちょっとね、まあ、ティファの、多分ティファと同時実装だと思うんで、今出てるガチャ、まだいっぱいあるよね。リミットブレイクガチャ1、2と、あとエアリスとルティアのガチャもあるんで、この辺引くかどうかだね。もう完全にケットシーをまた1からというか0から集めていかなきゃならないので、多分配布武器の1つや2つぐらいあると思うけど、まあ、それ以外で言ったらもう、ユフィが実装された時と同じようにですね、また0からもう全部集めていかなきゃならない。ってことなので結構大変だと思うんですよね。でその時にまたケットシー専用ガチャとかも出てくると思うけど、チケットとかはケットシーが実装されるまでは残しておいた方がいいと思う。結局チケットが出たらそのケットシーをねまた当てられるかもしれないし、ただケットシーに興味ない方、全く興味ないよって方、今引いちゃった方がいいと思う。逆にね、ケットシーが入らないうちに今引けば、今の既存のラインナップ、既存のキャラだけのチケットで武器が手に入るってことだから、確率としては狭い、確率狭くなんだよね。ケットシーが入ることによってもうますます欲しい武器が当たらなくなったりとか、そういったことにもなってくるので、ここはちょっと皆さんの価値観次第のところではあるんですけど、もうエバクラ始めた時からケットシーを心待ちにしてたみたいなケットシーガチ勢の方もいると思うんで、そういった方はもうこの今日の時点で完全にもうガチャ回すのやめてくださいね。ガチャ回すのやめたり、チケットも貯めておく、今回すのは全てやめる、石も貯めておくみたいな感じでいいと思う。早ければ今週の4月4日の木曜日に実装されるし、まあ遅くても多分、さっき言った通り6週目だね、来週だね、来週の中の木曜日におそらくケットシーがティファと一緒にやってくるっていう感じになると思うんで、まあ、このエイプリルフールにも多分、まあ、意味はあると思うんでね、わざわざリーブにした意味っていうのがね、はい。ということで、まあ、全く冒頭以外は笑い話にもしなかった超真面目なエイプリルの動画になりましたけど、まあ、皆さんはね、ぜひ楽しんでください。最初じゃない、もう最後になっちゃうけど、これ僕が今この動画で言った内容は嘘じゃないからね。嘘の気持ちで言ってないからね。これは本気で言ってるからね、僕は。これ嘘じゃないからね。これすらも嘘だと思われてたら、ちょっとあれかもしんないわ。そう、この動画嘘じゃないからね。あくまで本気の推測で言ってるからね。今、そのケットシーが、僕が嘘でね、乗っかって言ってるわけじゃないから。
僕はあんまりそういう嘘のネタとか言うの好きじゃないので、僕はエイプリルフールネタとかやりませんので、ガチです。4月1日だからといってなんかそういった系の動画はやりません。まああくまでスマホ系でやってたらそれについての話はするけどね、今回の動画みたいなことはするけど、僕自身はそういう嘘の発信はしないので、はい、よろしくお願いします。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。